はい、町中テレビプロデューサーになりました野瀬まりこです。今年の誓いというものですけど、ラストのゲーターの年となりましたので内定もらえるのに頑張ります。そして町中テレビをもっといいものにできるように頑張ります。はい、チーズ。新年の抱負は、総合司会を落とされないようにマリコ先輩に食らいつくことです。イエイ。今年の誓いは、将来を早く決めて就職活動を急いでして、なるべく早く進路を決めたいと思います。はい、今年の目標は新人育成に頑張ります。頑張れ街中。皆さんこんにちは、コマイカです。今年の目標は大人の女性になることです。はい、今年1年の抱負は男子一人なんで、まあみんなを支えていけたらいいかなって思ってます。はい、よろしくお願いします。なんか面白いこと言いたいよ。上込み1年の石井理恵です。今年の抱負は、編入学先に受かることです。あとは、コンタクトにして、パーマ当てて、服も買って、ヒールの高い靴も買って大人になる20歳を迎えたいと思います。以上です。はい、皆さん明けましておめでとうございます。 M 議員です。私の今年の抱負は私のパートナーの茜を優奈以上に崩すことです。皆さん一緒に頑張りましょう。はい、明けましておめでとうございます。大分エンタメ最前線の井上です。今年の抱負誓いというのは、まあ今まで、静止画写真ばっかりだったんですが、ちょっと動画にも手を出そうかなと思っています。以上です。はい、芸団内の下川です。今年の僕の目標はここの歯を差しは入れることです。もう失礼しました。ここすっきっぱになりました。ありがとうございました。